おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、視聴者さんから普段ねモンストをどんな風にプレイしていますかっていうことを聞かれたので、今回は自分がねどういうとこにこだわってプレイしているかとか、あとは、運極数が何体いるかとか、もう出ちゃってますけどランクがいくつかとかログイン日数いくつかっていうことをちょっとご紹介していこうかなと思います。はい、まあ、昔の動画とかツイッターとかでは結構頻繁にねこういうのを紹介してたんですけど、最近あんまりね紹介してなかったので、せっかくね、視聴者さんから聞かれたとこでもありますし、今回は、改めてね紹介していこうかなと思います。はい、ということでいきましょう。はい、ということで名前は黒みつばです。はい、ここまで改めなくてよかったかな。でランクがですね630です。はい、ランク上げは結構最近はちょいちょいしてますかね、まあ、そんなガッツしじゃないんですけど、割と率先的に最近はちょっと力入れてる部分かなと思います。でログイン日数がですね1623日ですね。はい、まあこんな感じです。で運極数ですね、運極数なんですけど、これね多分どっちとも取れると思うんですけど、266です。多分同ランク帯とか同じぐらいログインしてる人たちからすると結構少ないじゃんって思う方もいると思うし、意外と多いなって思われる方両方いると思うんですけど、あんまりその究極の周回が得意じゃなくて、そうなんですよね、基本的には、やりたくないんですよ基本的にはその究極の運極作りっていうのがしたくない派の人間なんで、まあ運極数は割と控えめかなと思ってます。まあ、使用キャラとかちょっとご紹介しておきますか。こんな感じですね、最大ヒット数と、最大ダメージで、あとは使用回数はこんな感じですね。まあ、最近は本当に、刹那とかアリスとかよく使ってるかなって感じです。まあ後でもねちょっと触れるんですけど、自分結構昔ね白亜周回を結構がっつりやってたので、まあ、アリスだったりとかウリエルで、まあ、ラストスパートね結構使わせてもらった重心化の信長とかが結構入ってきてるかなっていう感じですね。で自分がねモンストじゃあどこにこだわってるかっていうと、ここですね、豪絶だったりとか爆絶の周回っていうのにすごいこだわってます。というかまあここがやってて一番楽しい箇所なんですよね。その限られた時間の中でいかに早く立ち回るかとか、いい編成を組むかとか、その一緒にやってる人とね通話しながらどうやっていったらいいのかみたいなのをやるのがすごい楽しくて、うん、これが一番モンストやってて好きな箇所ですかね。はい、まあ、最近だと、カルナとかね作りましたし、あとはにじみ玉こいつですねとか、サイヒですね、エクストラの新しく来たこの子とかを、作ってました。うん、本当はねこいつらは全員、英雄の称号をつけてあげて厳選してあげたいんですけど、まだそんなにストックがないので、まあ、そのうちね、まあ、つけてあげられたらなとは思ってるんですけど、まあ、基本的にねモンストのほとんどの力をここに注いでるので、まあ、紋章とか見ても紋章だからこれか、まあ、背徳、これはビーラで使ってるキャラで、あとは、これ呂布はねあれですね、にぎみ玉で使ってました。で空腹なんですけど、これは歳費ですね、ちょうど最近あのカルナが終わったので、まあ、その木の紋章を空腹輪につけて歳費やったりとか、あとは刹那ですね、これは普通にノマですね。でアリスも普通にノマですね。というかまあここら辺はね今そのこの紋章を使うクエストがないので空きになってる状態で、まあ他のキャラにつけてるって感じですかね。でもうぼちぼちね木も、串灘に移行しようかなと思ってます。アラミ玉でね串灘担当になったので、まあ身の厳選はもう終わってるんですけど、まあ紋章もそのうち付け替えようかなと思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、普段ね自分がどんな風にプレイしてるかっていうと、基本的には、高難易度クエの周回をよくしてます。
はい、どうでした？意外とやってなかったですか？意外とやってました、うん、まあ本当にモンストはね、過去一やってるゲームだし、過去一好きになったゲームなんで、まあ、これからもね結構、特にこのゴーデッとかバクデツとか、まあ、新しく来るならエクストラとか、ここら辺のクエストは、まあ、楽しんでいきたいなと思っております。はい、まあ、こういう攻略もね、まあ、需要があれば全然動画上げるんですけど、そんなにね、まあ、他の方も結構上げてらっしゃるので、まあ、あんま需要ないかなと思って上げてないです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などぜひぜひよろしくお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。